東京・豊島区の公園で遊具近くの地面から高い放射線量が検出されたことが分かりました。区は公園を立ち入り禁止にするとともに原因を調べています。ご覧のように現場の公園は住宅街の中にあります。現在公園ぐるっと一周立ち入り禁止になっています。さらにその奥、柵に囲まれた滑り台の辺りで高い放射線量が検出されました。まあ安全が確認されるまでちょっと不安ですよね。 豊島区によりますと池袋本町電車の見える公園で住民から放射線の値が高いと通報があったため詳しく調べたところ滑り台がある遊具の脇の地面から毎時480マイクロシーベルトの放射線量が測定されました。区は遊具の周囲ををフェンスで覆い公園全体を立ち入り禁止ににするとともに 地中に放射性物質が埋まっている可能性があるとみて本格的に調査を行います。